その子供は日本代表と筋肉超人の遺伝子を持つスーパーエリートスポーツマンだっただけに破局が悔やまれます、うん、でこれはこのラジオネームに人の陰謀は水の味記者が書いたんだよね。そうです。だよね。そうだよ。これ、顔が筋肉マンってあんまり一般的に言われてないよね。おなじみじゃない。おなじみじゃないよね。俺たちが言ってるだけでしょ。そう。三浦翔平ってこの人か。なんか、うん、顔見て俺も、ああ、わかった。そうよ。武田鉄矢のモノマネが上手い人でしょ。あ、うまい。ね、すげえ上手いね。へえ。確かに上手い。そうなんだ。本坪さんね。いいな。本つばさんと本つばさん。うん、いいじゃん。いいカップじゃない。わかんないけど。でもすごいオタクだからね。ほら、一番可愛いクソメンだから。あ、クソガール。クソガールね。うん。本田翼は。そうそう。トップだよね。そう。クソガールの中の。クソガールのトップだから。だから三浦翔平も笑うんじゃない。あんなに武田鉄矢のモノマネがうまいってことはクソメンなんじゃない。ああ、まあいいカップですね。いいじゃない。これはね。うん、で、これが、筋肉マンと、分かれた。やっぱ、筋肉マンだからかな、うん、ね、そう。彼、サッカー愛しすぎって。バカじゃない、バカじゃない、これ、本当にこんなこと言ったのかな、言ったようですね、テレビ。言ったんじゃない、テレビで言ったの、サンマ御殿で言ったんだ。あ、そう。彼と別れちゃったの。彼サッカー愛しすぎって言ったの、当たり前じゃないかな。そりゃそうだよ、サッカー選手に対して何言ってんだよ。うん。うん、はぁ、私よりサッカー愛しすぎてるか。はぁ、いいじゃん。ねえ、いいことだよ。日本代表のサッカー選手が女に鬱を抜かしてるより、うん、サッカーを愛してる方がよっぽどいいじゃない。ねえ。うん。いいよ、これ。バカだなぁ。そういう男をかっこいいと思わないのかね。そういうとこに惹かれるんじゃんね。ねえ。他の人ってさ、もうサッカーバカっていうね。そうそう。そういうことじゃないの？ダメだね。もったいない。ああ。うん。はい。クソです。これはクソね。うん。よし。続いて、茨城県居酒屋店主。うん、クリス松村。美女を囲んでパーティー。お姉キャラの代表格でも有名なクリス松村さんが美女を囲んで誕生日パーティーをしたとの情報が入ってきました。主役である誕生日の美女とはカバちゃん。クリスは日に日に綺麗になっていくカバちゃんをすごく嬉しく思うと明かした、うん、ちなみにパーティーのメンツはクリス、カバちゃんの他に IKKO、マツコデラックス、ミッツマングローブとそうそうたるメンツ、うん、カバちゃんの誕生日を祝いつつみんなで愛や老後の話ですごく盛り上がったとのこと、うん、また胃袋に自信のあるクリスだがマツコの食べっぷりに驚かされた様子で自分より3品も多く食べたマツコに対し悔しがる一面も見せた、うん、まさしくオールスターのようなメンツのパーティーを想像するだけで恐ろしいがすごく愛に満ち溢れたパーティーだったに違いないだろう。次はこのメンツで合コンするニュースが入ってくることに期待したいと思うのであった。確かに、もうお姉の一軍揃いだね。すごいね。ね、セーブトップが、トップが。お姉からのトップが集まってね。ね、うん。すごいメンバーだ、ほんと。へぇ。ねえ、誰だっけ。カバちゃん、カバちゃん、カバちゃんはね、うん、クリス松村の悪口ばっかり言ってるけど。裏で仲いい、仲いいね、裏で言ってたけどね、仲いいからね、裏で言ってたよ、裏で言ってたね、裏で仲がいいから言うの、仲がいいのかな、裏なんだよな、分かんないからね、この辺も、クソかな、クソですか、クソね、はい、クソです、はい、こんな感じのしょうもないニュース募集します。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキクソステーションの係、メールの場合はメガネアットマーク TBS.CO.JP です。いや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 、スーパーカーの暴走族が逮捕したらしい、されたらしいな。え、ナンバープレートつけなかった上にすごいスピード出したのって、速い車だからスピードを出したくなるんだろうけど法律は守らなきゃいけねえよな。実は俺もよ、最近お姉ちゃんとスケベなことしたら入れる前に行っちゃってよ、もうタケちゃん早すぎスピード違反って何の話だっての。それじゃ行くぞ。2時11分出たタケシ。雨の多いこの時期、毎朝これが気になるっつうことで早速行ってみましょう。こんな天気予報は嫌だ。
長すぎる。これはですね、視聴率を稼ぐために天気予報をやたら引っ張っちゃってね、本日の降水確率を発表します。本日の降水確率は、なんと、ここでちょっと、コマーシャルってバカ野郎予報士と MC ができている。これはですね、気象予報士と番組の MC ができてやがってね、放送中にイチャイチャ追っ始めちゃったりして、またつーってバカ野郎つ予報が適当だ。これもやですね。何の根拠もねえのに適当に予報しちゃってね。でもそれが意外と当たっちゃったりして。今日の、それが意外と当たっちゃったりして。今日の予報です。HKT48 指原里乃。今夜の肉キノコは包茎、時々。カリブト、潮吹き率は 97% ですって、週刊実話じゃねえか、バカ野郎。お天気お姉さんがブスだ。小宮ですね。男の憧れ、お天気お姉さんがとんでもねえブスでね。おいらも肌立ってきたから文句言ってやったら、流暢な英語で言い返されましたって、うちの神さんじゃねえかってよ。というわけで今週は以上です。今週メールをくれた豚男は、ラジオネーム、ボボンボン、背番号01、富士、シャークさん。以上の豚男でした。次回のテーマを発表するぞ。そろそろ全国の学校でもこれの季節がやってきたっつうことで、こんなプールは嫌だ。送ってこい。ねえ、ウシトラウータツチンポでしょ。ってバカ野郎チンコビンビンチンコビンビンキスして入れてすぐ終わる。うるせえ。ねえ。ウシトラウーキスして入れてすぐ終わる。それ言うんじゃない。ねえねえタケちゃん、キスして入れてキスして入れてビンビンチンコ。ねえタケちゃん、ビンビンチンコビンビンチンコ、キスして入れてすぐ終わる。うるせえ、ほっとけっての。さあ今日募集したね、特殊能力ね、はい、メガネビーキ11に入れるかどうかね、うん、ラジオネーム群馬の豚、うん、僕は指の第二関節にコインを挟む能力を持っています。どういうことよ。だからこれね、写真付きできたの。え、これ何見てほしいんだけど、うん、指のね、指の、はいはい、第二関節、これ中指見て、中指ちょっとくぼんでんね、うん。あ、外側ね、外側、うん、外側ここでね、握るようなね、うん、めくると、おお、でもすごいね。そこがなんでくぼんでるのかわかんないんだけど、そこがちゃん、手の甲の方の指、中指の、うん、あの第二関節ね、第二関節のね、ちょっと凹みみたいになってるところ、それは縦に、普通だと横に線は入るじゃん、そう、でも縦に入ってる線が、そこに。コインが挟めんの。挟めてるわ。挟めてるね。すごいじゃん。これなぁ、必要かな、これ。いらねえなぁ。羨ましくないもんなぁ。うん。続いてラジオネーム、ロマンティックなメスのイノシシ。私は日付を覚えるのが得意です。2年前、彼から初めてメールが来たのが、5月20日で、確か月曜日だったとか。その年の8月1日はこういうデートをして木曜日だったとか、うん、時々彼氏にそうやって言うと本気で気持ち悪がられますが、うん、その時見たカレンダーをそのまま覚えているという感覚です。私も仲間に入れてください。まあまあ、でもそれ女特有のやつだよね、だからね、うん。記念日的なもので。でも何曜日とかまで覚えてるの、ね、曜日。だからカレンダーを、だから写真のように入ってるんだろうね。ね、うん。パシャッとこう。サバン諸行軍の能力でありそうな。ああ、でも、曜日でしょ？うん。日にち？日にちで曜日。あれ8月1日だったとかだったらわかるけど、あれ8月1日の木曜日だったねとか。まあね、でもいるよね。なんか。得意な人。なんか過去の話するさ、なんか、例えば野球好きな人とかがさ、うん、あれはなんか1900何十何年の何月何日の、なんとかとなんとかの試合でみたいなさ、ーすげえ言ってるじゃん、ペラ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 。いるいる。好きなもの。そう、だから曜日だけだとちょっとダメだよね。ああ。うん。なるほどね。そうですよ。ラジオネーム、天神兄弟。小木さん、八木さん、小室さん、こんばんは。説明